歌いやすいなっていう。あ、これめっちゃいいビフォーアフターですね。どうもこんにちは、田中良次です。どうも、単細胞です。お笑い芸人の単細胞くん。仕込んでたんですか。ショートコントがあるっていう噂を聞いたんですけど。じゃあショートコント一つさせていただきます。はい。ちょっと違う、ジャックと豆の木。地面に豆を植えて、うわすごい、豆には何の変化もないけれど急に背筋がピーンとなったっていうところまでは思いついたんです。途中なんや。歌うのがそんなに得意じゃないっていう。食べず嫌いの歌バージョン。はいはいはい、歌ってみましょうか早速。はい。ワンツーせーの。こんな雪舞う季節はこんな雪目絶妙絶妙絶妙。これどっちですか、褒められてるやつですか。絶妙。まあここからどこまでいけるか。発声練習というものをちょっと。重要なのはピアノの音をめっちゃ聞くっていうことです。はい。歌うよりもピアノの音聞くみたいな。はい。高くなってくると口の中を開いていかなくちゃいけないですね。はい。熱々のたこ焼き口の中に入れた時みたいな。ちょっと待ってください。うん、ちょっと熱々すぎました。熱々すぎたかどうか知らん。そう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 、後ろにふわーっと消えていくみたいな。音がずれる瞬間ってわかる？なんか変だな。下がっていくときに先行して下がっていっちゃってるんですよ。なのでこうちょっとね、こう下から持ち上げてあげるような感じ。そう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 。歌の中でも耳を使うっていうことがすごい大事なんですよ。伴奏を聞く。はい。歌おうとするよりもう聞きに行くぐらいの気持ちで。はい。ちょっと裏技を使いますけど、裏技、キーを下げます。キーの説明めっちゃ簡単にしますけど、例えばさっきラの音で歌ってた、はい、キーが1個下がるとこれが半音下の音、まあ、ラのフラットとかソのシャープとかって言うんですけど、こう全体的に底下げされていくっていうか、メロディーが3つ下げたやつをちょっと一緒に歌ってみましょう。なゆき、この音、もうちょっと上ですね。せーの、これです。粉雪、粉雪ね、染められたなら二人の。いい感じ、いい感じ。キーを少し戻しますけど、まあ今さっきと全く同じように歌ってみて。心まで白く染められたから。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。マイナス1にも挑戦してみましょう。はい。全く同じように歌ってみてください。粉雪で心まで白く染められたから。いけるやん。原曲キー、はい、原曲キーもめっちゃ下げた時と同じように歌ってみてほしい。粉雪舞う季節はいつもすれ違い、粉雪ね、心まで白く染められた。これめっちゃいいビフォーアフターですね。あ、ありがとうございます。高い音やと思いすぎてたんかもしれないですね。低く下げてみて仲良くなってから上がっていったみたいな。出ましたね、綺麗に。歌いやすいなっていう感じがあります。
気をつければ歌えるんだっていう自覚があったら、まあ、もっと自信につながって歌いやすくなると思います。なるほどな。